すべてのものが安売り競争。安売り競争。今こういう水がね、だいたいが標準が1本100円から110円、まあだいたい100円ぐらい。今競争で60円。60円でいくらい。50円が限界だ。詰めて急いで。ほとんどどの企業も儲かる。安いもんばっかり。そういう世界。ほとんど大きな会社、もう電気製品なんかも全部もう新幹線から飛行機からね、もう電気関係のものはもう全部で、国も赤字。国もね、なんとか農業だけね、農業だけはなんとかや潰れちゃうと、これからね、大きな問題になるんだ、補助金大統領。ってことはね、若い者がね、農業やると言って申請すると、大体が1000万ぐらいか金返してくれる、国が。ほんで、大体2年か3年やめちゃう。今言った通り、種まいたりなんかしても、すぐ虫が食ったりなんかで思うように取れん。ほんで山手行くと、みんな今度は熊や鹿やね、ああいうのが見なくちゃう。ほんで今度はね、国もね、なんとか農業をもっと作ることを増やさないかんということで、補助金を出してきて、もう全部それが生きてない、入れっぱなし。わしがここあれからこの会社まで、だいたい車で30分か来る間、野菜らしいもんが一軒もない、一軒もない。もう港で雨が降って、今度は夏になったら港に行っちゃう。